国立大学附属学校国立大学附属学校では日本の国立大学法人によって設置運営される国立大学の附属学校について説明する教育基本法における国立学校に含まれる国立大学附属学校は国立大学の学部教職大学院や地域と連携し教員の養成と研修 学校教育の実践研究による指導法の開発など、日本の高教育の根幹を支え、教育水準の向上を図ることを目的として設置されている。2020年3月現在、国立大学附属学校、幼稚園は、日本全国の56大学に、幼稚園49園、小学校69校、中学校70校、高等学校15校、 義務教育学校3校、中等教育学校44校、特別支援学校45校の255校園が設置され、約9万人の生徒が在籍している。国立大学附属学校、幼稚園の団体として、国立大学附属学校教員で組織する、全国国立大学附属学校連盟へと、 付属学校 PTA で組織する一般社団法人全国国立大学付属学校 PTA 連合会があり、この2団体を総称して全フレンと交渉している。大学本体の付属だけでなく、学部の研究活動の一環として学部付属として設置されている学校もあり、特に高等学校以下の教育機関の教員を養成する教育学部の付属学校が多い。 教育学部の付属校に限らず、教職課程を持つ大学の付属学校では、教育実習等を行う、教員養成の場として、また先進的な教育のあり方を模索する、実験校としての使命を持つ。工学部、農学部、音楽学部を母体として設置される学校もある。元は、学部付属だった学校が、国立大学法人への遺憾を契機に、 大学本体の付属へ移管されたケースもある。所属教員の人事権は、大学の人事課などが担当しているケースがほとんどで、教員の移動は国立学校内での転勤もあれば、公立学校や私立学校から来た教員もある。研究機関という側面もあるため、教員による研究発表や調査実験の対象となる。このほか 教育学部学生らの教育実習を行う場も兼ねている。中高一貫教育が行われ、高校入試にはずらわされることがない学校もあるほか、集まる児童生徒の学力や教育内容のレベルの高さとユニークな取り組みなどから、特に大都市圏に集中して、古くからある付属学校は難関新学校としてブランド効果する傾向が強い。ただし、 私立大学付属学校とは異なり、原則として母体の国立大学への優先入学制度は存在しない。ほとんどの国立大学が戦後の学生改革後に設置されたのと同様、その付属学校も戦後発足のものが大部分を占める。ただし以下に示す、各附属学校は、旧制の高等市販学校及び女子高等市販学校の付属校として、 明治時代に設立されている。全国47都道府県すべてに、国立大学付属の幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校のいずれかがあり、その総数は200校を超える。大学1校が持つ付属学校の数や種類は、まちまちで、中には、 付属高等学校を複数、付属中学校を複数といったように同種の学校が複数付属している大学もある。廃校になった、先週学校廃校になった、小学校をありがとうございます。